日本沖縄県八重山郡竹富町、ハエミハエミは、日本の南西諸島、沖縄県八重山郡竹富町の大あざ、西表島の南東部にあたる。郵便番号907-1434、豊原バス停。日本最南端のバス停と記載されている。あざハエミは、南部の豊原集落から仲間川の中上流部分までを含む広大な地域であり、 沖縄県道215号白浜ハエミ線の起点となっている。県道沿いの北側は、地ハエミ中、道路の通っていない西側は、地入り表と接している。かつては、以下の小技に分けられていた。入植地としての歴史は、比較的、新しく、1938年と1941年に、新城島の農民が、集団移住して、 集落を形成したことを起源とする。入表島と島外を結ぶ拠点である仲間港があり、島の交通、経済の中心地となっている。1960年代以降、竹富町外の石垣市に所在する町役場の移転候補地となっているが、異論も多く、移転の目処は立っていない。早見殿の浜大原の南側にあり、18世紀に、 ハテルマ島からの入植者が最初に開拓村を築いた場所。島内を県道二百十五号線に沿って横断する西表島交通の路線バスの発着点となっている。ハエミデンの浜は夏場に海水浴客で賑わう風光明媚な海岸であるが、太平洋戦争激化に伴いハテルマ島からの疎開を強いられ、マラリアで多くのハテルマ出身者が命を落とした悲劇の地でも、 あり、ハテルマ国民学校の校長、式名新章が生存者と共に、ハテルマ島へ引き上げる際に戦争マラリアの犠牲者を、悼んで祝え、忘れ持ち石ハテルマ式なと刻みつけた。1992年、マラリアの犠牲者を慰霊する、忘れ持ち石の日が新たに建設されている。ハエミはもともと、琉球王国時代の1734年に、 入表島西部の崎山と同様、ハテルマ島の島民を強制移住させた開拓村であったが、マラリアの流行で入植が停滞し、廃村となる。20世紀に入って、マラリアが根絶され、入植が再開された。八重山ジャンルごと小辞点 P44 崎原久し、新ーダーインク、1999年8月1日。ありがとうございます。